みんなでね、始めましょう、アルドゥイーノっていう感じで企画をしております。今回一応2回目という形でね。2回目で一応これを、このキットとこの本は、リンクをコメント欄に必ず貼っておきますんで、もし一緒に始めようという方は、ぜひね、これとこれ買って一緒に始めましょう。まあ、教則本は別に違うのでもいいんですが、ここはね、多分同じじゃないとダメかなと思います。というのも、このアルデュイーノ基板っていうのが何種類もあって、私が選んだのはアルデュイーノウーノというものです。私が選んだのはこのアルデュイーノウーノという基板を選びました。何種類もあるのですが、これが一番売れているものらしいんで、まあ、こういうのに限っては一番売れているものが一番スタンダードなんで、多分、私の意見としてはこれが一番いいはずです。で、スイッチサイエンスさんのこれはリンク貼っておきます。で、この教則本もリンク貼っておきます。よかったら一緒に買いましょう。で、今回は、もうちょっとね、個人的に少しやっております。開発環境なんですが、アルデュイーノの公式サイトから落とせます。私は Mac 版使ってますが、Windows 版でも同じです。全く同じです。今回は私はこの Mac 版を使っていると。スイッチサイエンスさんのアルデュイーノキットには、電源プラグが入っておりません。なので、別で電源を買う必要があって、で、5V から 10V。別にこれはなくてもいいんですよ。というのもこれを繋いだ時に USB からバスパワーで電源取ってくるんで必要ないっちゃいらないです。ただ私はパソコンから切り離した状態で動かしてみたいっていうのがまずあったんで、パソコンから離れたところで動くっていうのが今回すごく面白いかなと思って始めるんで、電源を別で買いました。これは秋月電子さんで5、600円だったかな。確か安いです。うん。これはまあ別で売ってますが、なくても USB はバスパワーで取れます。ではね、実際やっていきたいと思います。まず、USB で本体へつなぎます。手元はここを映します。ここに基板を置いておきますね。ちょっと、今私の正面こうで、Mac こう向いてるんですよね。撮影の関係上こう向いてるんで、ちょっとキータッチ遅くなるかと思いますが、その辺はちょっとまあ、ゆっくり行きましょう。はい。ここが今、アルデュイーノの画面ですね。アルデュイーノのプログラムを書く場所。で、今書いたのが、今もう書いてあるんですが、書いてあるのが、LED をチカチカするプログラムなんですね。こう線で文字になってる。よいしょ。ここをちょっと線にして、例えばじゃあこれで、一回コンパイルします。コンパイルかけて、ボードに書き込むと。そうすると、衝撃。こんな感じでもうピカピカするわけです。これを例えば、まあ当然このディレイなんで、ここを100にすると、よいしょ。はい。こういう感じで速くなるわけです。これね、感動しましたよ。プログラム的にはすごく簡単で、ただディファインでただ、これ、ピンの番号に何が当たってるかっていうのを明確にした方がいいということなんで、ディファインで先に決め打ちしちゃった方がいいみたいです。で、ボイドセットアップ。まあ、ここ初期設定を書くところみたいですね。で、ピンモードっていうのが、今この LED が刺さってるところは、ここのピンは全部 IO になってるみたいで、インプットとアウトプット、どっちでも選べる。ということで、ピンモードを、ここの行でアウトに設定してるんですね。で、次。ここはボイドループ。C とかでいうところのボイドメインですね。ボイドメインのところでループするんですね。アルデュイーノって常にずっと、ループするみたいで、いわゆる、メイン関数が終わって終了ではなく、メイン関数ずっとやるみたいです。で、もうこのまま、あとは LED をつける、消す。で、ディレイ。それだけです。すごくプログラム的にはこれだけなんですけど、なんだろう。今まで私がやってきたプログラムっていうのは、いわゆるパソコンの中で完結してたんですよ。パソコンの中でやってプログラムを、で、パソコンの中のものを動かすっていうので完結してて、例えばライトをつけるのにも、パソコンの中でライトを書いてそれをチカチカさせるんだったらいいんだけど、今回やったのは、パソコンで外のものを動かすっていうことなんですよね。これはすごく、ちょっと感動しましたね。外部の、あらかじめパソコンのものをドライバーとして組み込むのではなく、パソコンから外部のこういった機器を、コントロールする、制御するっていうのが、こっからやって、ここに入ったっていうのはすごく感動ですね。外に書き出した。
で、今回これ LED がチカチカするだけのプログラムなんですけど、これはいわゆる C とかベーシックでいうところのハローワールドを打ち出すっていうだけのものが今回基板でいうとそれが LED にチカチカっていうものになるらしいです。